聞いてた通り本当にジョールは優しいね。え、聞いてた？そう、聞いてたの。なんだ、この俺の好みドストライクの超清楚な女の子は。おはよう。おはよう。って、その席に座ったってことは、お前まさか。うん、サザンカだよ。いろいろ悪かったわよ。その、ごめんなさい。今日一番ラッキーな人は、水亀座のあなた。人間関係に素敵な変化が起きて、いつも一緒にいる人の意外な一面を知れるかも。ハッピー。意外な一面ってレベルじゃねえぞ。